はい、どうも無職の新井です。今日はですね、東京新聞杯を予想したいと思います。まあ、東京、開幕して芝の 1600m 行われるレースなんですけど、まあ、ポイントは、まあ、こちらですね。差し馬有利の展開ということで、まあ、開幕して2周目なんですけど、まあ、前が結構残りそうなイメージがあるんですけど、まあ、比較的もう後ろ後方待機の馬がバシバシ来るっていうことで、まあ、去年も勝ったイルシブパンサーが指して、で2年前はカテドラルですよね、まあ、12番人気の馬が指しが届いているということで、まあ、今回もやっぱり上がり勝負で決まるんじゃないかなということで、そこをちょっと注目したいかなと思います。またポイントが意外にこの東京新聞杯1番人気は決まりそうなんですけど、1番人気成績悪いです。なのでそういった含めところを見て、まあ、ちょっとこちら過去をね見てほしいですね。まあ、あとは想定オッズこちらなんですけど、まあナミュール、まあ、ジャスティン、まあ、そうですね、まあ、この辺りが人気を2分、まあ、3等分するんじゃないかなと思うんですけど、まあ、でも結構激走しそうな穴馬がいるので、そこら辺を注目したいかなと思ってます。1等目注目ナミュール来ました。まあ、一番人気想定で、まあ、この馬も差し馬ということで、まあ、注目したいんですけど、ポイントこちら幻の秋華賞馬、まあ、これもね、まあ、ナミュールが出るたんびに言うんですけど、まあ、惜しかったのが秋華賞ですね。まあ、スタートちょっと勝った馬にタックルされたということで、まあ、最後ね力強く伸びたんですけど、まあ、そのスタートよく出ちゃった馬に差し返せず、まあ、差し切れずということで、まあ、2着だったんですけど、まあね、このナミュール、まあ、ポイントはこちら、まあ、東京ね走るんで、ここはちょっとね買いたいポイントですよね。まあ2歳の時に赤松賞、3歳、まあ、2歳の時の若い人は赤松賞買ってまして、まあ、オークスもインをついての3着ということで、まあ、今回もこちらも買いたい馬にはなるんですけど、まあ、ちょっとねこれがこちらです。人気で買いたくないナミュールと言いますか、まあG1 も2歳児から一番人気になってますけど、このままね人気背負うと全然走れないんですよね。で次負けて人気が落ちたら結果出すっていう馬なので、まあね今回そのポイントでも言ったんですけど、一番人気が、まあ、成績悪いというふうで、もしこれ馬が人気になるんであればちょっとなーっていう感じです。さらになんですけど、こちらそう人馬ともにプレッシャーがあるんじゃないかということで、もうまあちょっとね、昨年一番人気 G1 成績悪かったんですけど、そのうちの大半あれですよね、この横山武史ジョッキーが一番人気、まあちょっとまあね馬のコンディションもあるとは思うんですけど、まあ、ナミュールもちょっとね、まあまあ人気来てないということなので、まあちょっとね、まあジョッキー的には多分ここ早めに勝ちたいなって思ってると思うんですけど、まあ、もしここ勝った場合次走いらないんじゃないかなというふうに思うので、まあ、目標はあくまで多分次走だと思うので、僕はまあちょっとここはちょっとね普通に 2,3 着もしくは、まあ、凡走してもいいんじゃないかなと思うのはこのナミュール、こちらだと思います。2投目ジャスティンパレス、ジャスティンカフェ来ました。こちらですすいません。このまま同じ人気2番人気層って、まあ、1、2番人気か2番人気になるかと思うんですけど、まあ、このままも追い込みということは多分一番ね人気の中では多分一番後ろの方から来るかなと思うので、まあこのまま注目したいんですけど、ポイントこちら東京前線馬来ました。まあ、前走マイルチャンピオンシップですよね。まあ、これで、まあ、ババ向かなかったとか展開向かなかったっていうのもありますが、それ以前にこの馬やっぱり右回りじゃなくて左回り勝ちたいって買いたい馬であるかなと思ってます。やっぱ成績がいいので、そうっすね、まあ、この辺りでいきたいかなと思ってます。あと買いたい要素ポイント2が、まあ、今月はもうちょっとこの話題になっちゃうかと思うんですけど、こちら騎手福永祐一引退来ました。まあ、今月、まあ終わりで騎手を引退されて、まあ、調教師の方にされるということなんですけど、やっぱりねこのね重賞槍、最後の槍ですね、まあ、やっぱり各陣営やっぱり福永ジョッキーやっぱちょっと勝つんじゃ勝たしたいっていうのはあると思うので、まあこれはねちょっとあの福永ジョッキーもやっぱ下手な騎乗をしない、まあもう逆に言ったら次走のこと考えなくてもいいと思うので、多分ここ多分来るんじゃないかなと僕は思ってます。最後、まあ、やっぱりね強烈な末脚来ました。まあ、毎日王冠、
あれですよね、サリオス、レコード勝ちですよね、まあ、それよりもジャス、まあ、サリオス、まあ、上手い位置から抜け出して、まあ、まあレコードになったなと思うんですけど、それよりもね、そのこのジャスティンカフェのこの強烈な末脚が来て、下手したら行くんじゃないかと思った部分あるので、やっぱこれ見たらやっぱり東京新聞はやっぱりちょっと買いたい意図はやっぱこっちですよね。僕はもうここはもうちょっと期待したい一頭がこちらです。6番人気想定です。プレシャーズリフト来ました。そうですね、まあ、この馬のポイントはそうですね、まあ、ちょっと荒井のそうす、ね、はい、なるほど、直感ということで、まあまあ嘘です直感じゃなくて、まあ、ポイントこちら、人気薄のクリストフ来ました。まあね、クリストフ・ルメール氏が今回ちょっと6番人気想定でっていうことで、まあでもねこれね理由があるんですよ。こちらはね、こちら1月のルメールと2月のルメールで来ました。まあ毎年ルメールジョッキーやっぱ1月有馬終わったらバカンス、まあ、行かれたりしてて、でそれでみんないろいろこうねリーディングがこう合ってる中で、ただね中山そんなにね、あれ戻ってくるんですけど、そんなに勝ち星上げてないんですよ。そしてどこで勝ち星上げるかっつったら、そう2月の東京競馬場来ました。これもこれね、やっぱね、ルメールジョッキーはやっぱ、ね、広い、やっぱ東京競馬場でやっぱ強い馬をしっかり勝たすっていうのがあるので、今回のこの2月のルメールジョッキーで 6番人気こうプレシャーズリフト、僕は、ね、もう全然これ ね、なんで6番、まあ、多分もうちょっとオッズ上がると思うんですけど、僕はもう買いたい一頭ですね。なんでかというと、もうこの、ね、プレシャーズリフト、もう東京走ります、マイルもう絶対走るん でなおかつやっぱ、ね、ナミュールと僕はね、父がハービンジャー、そして戦歴もナミュール似てるんですよね。だからナミュールがもし1番人気になるんであれば、もう間違いなくルメールジョッキー、2月のルメールジョッキー、木村哲也厩舎、ノーザンファーム、もうこっちの方がね絶対にね俺勝ちきると思うんですよね。なのでプレジャーリフト僕はもうね激推しです。これでいきたいと思いますということで、まあ、こんだけ言ったらもう印わかると思うんですけど、はい、そうです。本命馬プレジャーズリフトで、対抗がロスの方 でナミュールは、まあまあ、一応ね印としては黒三角なんですけど、まあ、まあちょっとなんかもう3、4着そうですね、もう5着、4着ぐらいにね入れたいなと思ってて、まあね、プレジャーズリフト単勝、それから馬連馬単3連服、ちょっとこれちょっと解明ちょっと今 こんな感じでやってると思います。そのプレジャーズリフトからいきたいと思います。なので、まあ、こんな感じで、無職の競馬予想を終わらせたいと思います。以上、東京競馬場 の予想の動画でした。ありがとうございました。さよなら、よろしくお願いします。